怖っ。300m、あんなの俺じゃなかったらぶつかっちゃってるねみたいな感じで。そうそうそう、いやまさかそんなスーッと来ると思わないやっけ。なんだよ、クソガキ。実はあ、ガキだった、俺全然髪じゃなかった。いやなんか若い兄ちゃん、20代後半か30代前半っぽい兄ちゃん。帽子なんか車の中でかぶってっから視界が悪いって知らんけど。あれいたよな、なんだっけ、あのタトゥーン、タトゥーンじゃねえよ、カトゥーンのさ、捕まった人いたじゃん、田中ひじりとかに。うん、あれ車ぶつけて危ねえ危ねえとか言って、っみんな超笑われてた。いやぶつけてんじゃんってみんなに捕まった。あ、車ぶつけといて危ねえ危ねえじゃねえとかって書いてあった。おしっこちゃん、画廊伝説、あ、世間伝説、画廊伝説のゲームボーイとかさ、なんかボフンボフンって音なりそうで、パーナックルとか言ってたけど、バンナックルとか言わないよ、ホヒョコホーみたいな、ホカホー。あ、天外魔境神殿って言うんだ、あの格ゲー、うん、ネオジオ CD で5000円で売ってます。レアセテンダーでちょっと眩しいするじゃないよ。あ、今ので僕頭おかしくなっちゃったらどうすんねん。元から頭もおかしいな。ババ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 バ渋滞するな。何の道だろう。まだでも埼玉やねん。本当だ。ここ駅近いとこかな。全然もう車トロントロンで。駅近かったりする。あ、駅近いからでこれ。あ、大宮とかじゃん。それ混むよ。大宮は。だからじゃないの普通に。なんか埼玉の大宮ってちょっと都心に近いなんか。少し栄えてる場所のイメージは。だからじゃないの。これ右いや左も同じか。一緒じゃね。うん、左もよう分からんでしょうけど。あ、同じだわ。どこいどこいみたいな。めちゃくちゃ腹減るな。が一番ピークで混んでるのがいっそ知りたくない。まあね、それはある。この先何があるんだろう。まさかアウトレットあるとかねえよ。ちょっと見てみよう。興味湧いてる私がいる。こっから埼玉、ここの辺、インターのこの辺で混んでるとか。まさかここ合流。
ワンチャンね、わわかんない、なんかこのさ、左曲がるんだったらあの辺とかなんか曲がってったらいけたんじゃねえのって思っちゃうね、うん、ああいうとこ、ああいう、本当にお寺多いね、ここぞえ、急カーブ、キュン、ほら、ここの辺なんかもう神社、まだこれも埼玉か、腹減った、腹立つと腹立つって感じ、茨城入るじゃん、若干ね、力でしょ、今日いきなり着くのってちょっとしんどいよ、うん、だって直で行こうよ、そっとって言える町田、そこの町田なわけないんだよ、バカだから、富士山公園がこれ気になる、ここも通ろうね、じゃあ、あ、ここでようやくうつのっぴになった、これなんだろうな、はぁ、よくわかんねえ、うわ、一気に伸びた、何渋滞かそっちわかんない、まあでもいいよ、日に なんか目ぼしいものが全然視界に入らなかった、教授に行ければいいよ、大きいですよ、チンジャラ会館って何、パチンコか、すげえ名前だな、どこに書いてあるの、ちょっとあの車で見えないけど、すぐそっとな、チンジャラ会館、チンジャラ会館って名前がもうちょっとチンジャラ会館よチンジャラ会館上でなんですね、埼玉って言われても仕方ない名前のセンスだから、チンジャラ外観、チンジャラ外観ちょっとなかなかねえぞ、地方でも聞かねえぞ、仕分けした方が欲しくなって、めっちゃ安いとこでしょ、でも一番さ、なんか無心の心でやれるかもくらい接客もないしって思うけど、精神的に来るんですよ、それがまた同じ作業だから、いや俺そっちの方がいいよと思うけど、精神的に来るんですよ、ねえ、ゲームのデバッカーと同じですよ、いやいや、まあ本当ゲームのデバッカーって精神的に病むらしいの、うん、なんかね、なんか歩いてるよ、人、ね、なんか歩いてるかな、クモちゃんでしょ、かわいいね、なんか歩いてる、クモちゃんかわいいね、うわー、外だよ、お前どこ、うわー、なんだこれ、汚ねー、ちゃった、止まっちゃったよ、そこで、なんかこれ汚ねーな、動けなくなっちゃったじゃん、どうしたのよ、あ、消えた、どうかしてるよ、あ、どうかしてた、ひっついちゃったんじゃないですか、どうかしちゃった真ん中とこにもあるんだ、あれタムタムじゃん、何タムタム、あの相模原にあったでっかいプラモデルショップ、そうさ、なんか同じソフトのやつなんか14万とかで出してるやつサミット送ったやつあったじゃん、うん、気づけば9万な8000まで下がってんの、高っ、なんかいいねが1ついてた、
興味ないでしょ。うん、あ、そう。なんでそんな値段でいけると思ったんだろうと思っちゃう。どうした？ちょっとブーさん。Thank you.